はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず佐渡ですね。そう、佐渡に着いたところ、ここから、右へ向かうと、とりあえずまあ行くところが右しかないんで、さあ金山を求めて虎像か。またこの神社とか何なんだろうな、あんま意味ないしな。下とか行けるか、行けない。虎像は鹿と、この上とか行けんのかな。おー、行ける。なんか洞窟っぽいところに入ってたけど、うお、ちょっと待って、ちょっと待って、まずは右だな。右は行き止まりかな。そうすると、あー、行き止まりだ。結局この佐渡金山に入らないといけないってことか。よし、金の塊を求めて。金とかないのかな、この中に。すげえ、めっちゃあるじゃん。こんな金ないだろ普通。いや、佐渡は行ったことないけど。あれ、大きな金塊を手に入れた。はいやーあれ、謎の店だ。ここら辺の品揃えは一緒と。オーラパンチ、爆弾、あ、一緒だな。てか、なんだっけ、越中のところよりしょぼいな。ここはもう価値ねえな。てか、佐渡終わりこれで。しょうがねえ、こいつはぶっ倒していくか。ちょっとした、いてぇ。金山での戦闘もやっぱりやっとかないとね。おーら。おーら。とりあえず手に入れた、戻れはもう多分あれかな。そうすると。お姫様、お姫様どこにいるんだよ。所在がわからん。一条、お前は許さん。旋風客で片付けてくれ。金、金、金、金。おー、いいねー。てか、この金塊さ、小さいやつも全部持ってけよ。せっかくなんだからさ、今お金ないんだから。熱血鉢巻きを欲しい、熱血鉢巻きか。てか、めっちゃ金持ってる敵とかいないよな。なぜ戦わなくちゃならんのです。それはお前らが向かってくるからだろ。文蔵一家に逆らった報いだ。え、マジで佐渡これで終わり？大したイベントなかったな。で、また船で戻ると。あいつらこのためだけに遠征してきたのか。敵の奴ら、文蔵一家じゃなくて虎蔵の一家とか。で、また船でボコられると。あれ？違う。おじさん、もう少しで着きますよ。あいつらはもう懲りたのか。どうぞお気をつけて。あれー、そうするとお姫様どこだ？お姫様のいたところに戻らないといけないとか？もう忘れたよ、どこにいたかなんて。とりあえず、確かね、戻るはずだったんだよね。虎蔵一家。虎蔵はいいや。ヤゴロって虎蔵一家これ。色的に。ちょっと薄いか。ヤゴロってどっかに所属してんのかな？所属してないのかな？それともフリーランス？中吉郎。中吉郎はね、確かそこそこ金を持ってた気がするんだよね。これ下行けそうだな。行けねえし、なんもない。まあ、せっかくだから戦闘していくか。金を奪ってこう。今いくら持ってんだ？あ、でも2900円か。こいつは倒せば3000円くらいにはなりそうだな。まあ、熱血鉢巻きを買って一文無しになるよりは、少し蓄えがあった方がいいからな。このね、段差があると戦いづらいんだって。なんでみんな田んぼに入るんだよ。田んぼを荒らしちゃダメだよ。米が取れなくなっちゃうだろう。完全に山賊だよ、俺たち。田んぼ荒らして金パクってさ、人ぶっ倒して。これが噂の、噂の山賊団だ、俺たちが。国政山賊団。歯向かう奴は容赦しない。金を奪い取る。構成員は鶴松、梅三郎、矢五郎。まさに混成部隊だな。よーし、オッケー。うん、ちょうど3000円。これだけやって100円しか増えねえのか。割に合わねえな、マジで。
忠吉郎一家は割に合わないから戦わない。本当に山賊だけでいいや。神六一家の子分たちだ。神六って、あ、神六もね、なんか6円くらいしか持ってなかったからな。あ、お団子屋さんだ。ちょっとあの女引き連れてこう。悪かったな、ちょっと宿屋入っちゃって。餅と団子と買っていないんだけどどういうこと本当にいなくなっちゃったよ。マジでどうすりゃいいの、いいのかな。お、山賊だ。来た来た来たよ。やっぱお前らだけだよ、俺の心を癒してくれるのは。なんで山賊が一番金持ってんだろうな。一家に入ると給料安いのかな。今のところ忠吉郎一家が多分一番給料高いっすね。まあ、山賊は抜きにして、山賊は多分人から金を巻き上げてるから金を持ってると。お、レベルアップした。まあ国政一家に入るのが一番給料いいよ。品物も買ってくれるしね。ちょっと梅三郎とか矢五郎には買えないけど、ちょっとお前らはまだね平だからね、物を買ってあげられない。せめて鶴松くらいのね、鶴松係長になればちょっとね物資の支給があるから。で、係長だから、あれ、ここは動きづらい。鶴松はまだ係長だから基本ね国政のお下がりで、これが部長とかに昇格するともう一気に物を買ってもらえるっていうね立場になるから、これ下行けそうだな。忠吉郎一家の子分たちだ。忠吉郎だっけ、10円持ってんのいいや、戦う気がなくす。これどこだ、しかも全然わかんねえとこに出てきちゃった。あー、これあそこか、梅三郎と戦ったとこじゃないか。てか姫どこだっけ、ここだっけ。あ、賭場がある。あ、仕事や、あ、そうだよ、仕事だよ。あ、そうだ、いきなりこの前てかちょっと前だけど戦ったの悪党だったんだ。駿河とか結構行きそうだからな、のろつけにしとこう。これ倒すと700円くれるってことか。そうするとどこにいるんだっけ姫さん、マジ忘れちったな。あれ、剣術スペシャルとか売ってるし。波動斬り、振り下ろした直線上の全ての敵を吹き飛ばす激しい必殺技、これ欲しい。オーラ斬り、溜めた木を刀にまとい相手に放つ必殺斬り。これ何が違うの、波動斬りとオーラ斬りって。いや欲しいけどなー。ちょっとまずは鉢巻きだな。優先順位としてはまず鉢巻き、いけねえしこっち。あとでここ買いに来よう、お金が貯まったら。仕事屋と、かける金がはないな。するとショックだからな。神六か。あれ、姫さんどこだ、マジで。あれ、結局武蔵まで戻ってきたけど。どこであったかな、ちょっと前の動画とかを見返せば、わかるかもしれない。こういう時、あ、いたいたいた、危ねえ危ねえ。おい、取ってきたよ。あ、国政さん。え、本当に取ってきたですって。見せるだけだよ。あげないよ。やっぱり私の見込んだ通り、さすがですわね。あなたになら任せられるかも。はい、これ持って行ってくださいまし。国政は通行手形を手に入れた。よーし。これは、いや、見りゃわかんだろ。通行手形だよ。それが入れば、じゃなくて、それがあれば入れなかった国にも入れるようになりますわ。お富士さん、なぜ足にこのようなものを。文蔵親分を助けてあげてほしいの。私、あの人を。あんた、一体何者なんで。わらわのことはどうでもよいのじゃ。頼みましたよ、国政さん。普通に歩いて去っていったんだけど。まあ、とりあえずこれで通行手形が手に入ったんで、ようやく行けますね。とりあえず熱血鉢巻きが欲しい。
ここら辺のよろず屋売ってた。ここぼったくりよろず屋だっけ。あ、全然違った。すんません、ぼったくりとか言っていらないな。ただあれ、もう一回入っちゃった。あ、違う、亀吉。あんたは国政、出会ったからには戦ってもらいまして。お、マジかよー。街で戦闘がたまに起こるな。こっちいくら持ってんだろう。3700円だな、ね、今。ほら、まあ、ちょっとな、刀を使うとどうせ宿屋で寝ないといけないっていう悲劇が起こるから。いや、これ宿屋の価値ないな。あの薬75円で気力150回復ってあったからあれいっぱい買い込んだ方がいいだろうほら、しぶといな。よーし、まさか。あ、メニューが開けない。イベントを待つしかないか。これで義理は果たせるってもんです。なんだ意味がわからなすぎる。300円かよ。1000円くらい欲しかったんだけどな。お、ここもよろず屋。んー、ドス系か。桜吹雪いらない。あ、あるあるある、熱血鉢巻き買おう。よーし、鉢巻きはこれ初めてだよね。装備、熱血鉢巻きと。オッケー。あ、熱血鉢巻き一番上か、頭だから。よし、安屋泊まる必要はないな。ぼったくり宿屋だからな、どこの店も。虎像か。あとは山城に向かうのか。その前にちょっと伊勢に寄るか。伊勢の森っていうところ、多分山城に行く途中にあるはずだから。中吉郎もいいや。無視無視。でもな、戦わないと金は入らない。かといって雑魚敵と戦ってもしょうがない。あれ、どっちだ、これ下も行けるけど。神禄、ここは神禄の地帯か。なんかどんどん下に行っちゃってるけどよかったかな。山賊はぶっ倒しましょう。よしよしよし、金金金。聞いた。大体さ、なんでこんなとこに桶が落っこってんだよ。おかしいだろ。石が落っこってるとかさ、木の棒が落っこってるのはまだわかるよ。なんで桶が落っこってんの。完全に不法投棄じゃん。まあ、桶ごときで不法投棄って言われたら、まあ、あれだけど、家電製品とは違うから。くらへ。早いな。だいぶ、さばくのが早くなった。あれ？まだいたか。もう、こいつが出てきたから終わりかと思ったら、まだまだいっぱいいたや。よいしょ。これで扇風機開く。この、うってなった時に扇風機開くやった。いってー、ダメージ食らった。あれ？なんであいつあんな早く出てきたんだ？なんか順番がおかしくなってる気がする。おーら、頼むよ、子分たち。あ、そうか、そうすると国政と子分のターゲット一緒にすると効率が悪くなるな。ちょっと作戦を変えよう、そうすると。攻撃のスタイルは、じゃなくて狙いは、弱いやつとか、遠いやつとかはないし、近いやつになるとどうせ国松と被っちゃうからな。じゃあ弱いやつにしとこう。で、攻撃スタイルは、まあ近寄るだろ。スピードは速攻で武器いらないと OK。あ、これここか。とりあえず伊勢だな。まずは伊勢を目指そう。あれ？のろすけ。あ、あれだ、締め手配だ。お前は許さん。悪党は切り捨てる。おら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 、絶対赤字だよ、これ。
悪いことはするもんじゃないね。悪党の技じゃねえや。音楽かっこいいな。あ、ここだ、ぼったくり店。ちょっと薬で、怪しい薬、なんだこれ。ここもぼったくり店か。そうだよな、飲み薬10円だもんね。鋼の薬も1000円だもんね。なんだこれ、高すぎだろ。気力200回復、300円。しょうがない。あ、町の人がいなくなってる、悪党がいたから。仕事屋もう少し欲しいな、そうすると。あれ、こっちは違うな。ちょっと地図を見よう。あー、でもまだ駿河か。あ、鳥羽城がある。今いくら持ってたっけ。2800円しかね。やめとこう。自分賭け事はね、弱いんすよ。まあ、やらないけど。やっても弱い。まあ、やらないから弱い。どっちだ1000円賭けよう。弱いとか言いつつ。でも、今回全部当たってるからな。うわ、来たこういうゲームの賭け、あ、なんだよ、また。また出会いやしたね。そうか、お前も鳥羽をやりに来たのか。俺は勝ったぞ。勝って気分がいいんだ、今。おら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 、賭け事にも勝って人をぶん殴れるなんて最高なんだ。まあ、実際の現実の賭け事は弱いってことで。もう全然当たらないっすからね。おらおらおら、パンチ9、弱い。まさか。これ店に入るとちょっと中ボスチックなのが出てくる時があるな。次回も遠慮はいりませんぜ。また来るのか、懲りねえなこいつら。この世界の人たちはみんな懲りないな。何、ここなんだっけ、誰だっけ。うわー、仁左衛門、虎ぞ一家か。仁左衛門いくら持ってんだ。4100円。ちょっと戦うか。もうこいつ雑魚だろう、どう考えても。ほら、いっていきなり刀抜いてきやがった。容赦ねえなこいつ。そうか、お前は抜いちゃいけないものを抜いてしまったんだ。それは俺が成敗する。切り捨てごめん。おら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 、ちくしょうめ、覚えてやがる。あ、いくらだったっけ。2600円とかだったんだっけ。戦闘が起こるとすぐ忘れる。もう体が覚えちまったぜ。ちくしょう、覚えてやがれ。よくわかんない、どっちを覚えるんだよ。そうだ、賭け事に勝ったから4400円。わからん、いくら増えたのか。虎像行った。お、ここはちょっと虎像の縄張りか。そうすると、あ、ちょっと無視するけど、ここを防術スペシャル使えないんだっけ、この森みたいなところは。あれ、でも伊勢に入ったら使えないのかな。ちょっとわかんねえな。てか、どこにあるんだ道。全然わかんないんだけど。あれあれあれ、よろず屋によるか。縁結びのお守り、伊勢のお守り。てか、お守りって何なんだ。ちょっと伊勢のお守りを一個買ってみましょう。2000円出して、2000円出す甲斐があるのかっていうところもあるけど。あ、熱血ふんどし。うん、鶴松に買ってあげるべきかどうか。今ちょっと鶴松係長だからな。新しく買ってあげるのもな。とりあえず装備で、あと伊勢の守り。あ、防御プラス20。伊勢の護身域内のみ回復効果。体力1秒につきプラス3。気力1秒につきプラス1。あ、いいね、それは。じゃあとりあえず買っとこう。防御と打たれ強さって何が違うの。そういえば防御70、打たれ強さ53だけど、なんだ数値の違いが分かんないんだけど。ここは伊勢です。ごめんね、殴っちゃって。話しかけたかっただけなんだよ。ここは伊勢内か。お、ここだ。早手丸。あれ、望月じゃねこいつ、見た感じ。しかもなんかすっげえ危ねえの持ってんな。襲いかかってこねえだろうな。
お待ちしておりました、国政さん。俺は早手丸と申します。命を頂戴するみたいなの。お頭から聞きました、国政さんのこと。俺たち忍びの一族は常に蔑んだ目で見られていました。あなただけです、俺らを笑わなかったのは。お頭もそれが嬉しかったようです。それだけ、それだけの理由か。あなたはもう友であり、我らの家族みたいなものです。我ら一族はあなたを歓迎します。さあ忍びの里へどうぞ。おお、忍びの里、ここは、あ、一応忍びの里っていう区分はないんだ。伊勢にいる感じだな。お、長屋だ。人が全くいない。廃れている忍びの里。これは墓か。己の任務で殉職していった。ここには英雄が眠っている。はいけねえし、こっち。あれ、ここ墓場で終わり。あ、終わりだな。墓しかない。そして人がいないぞ。どうなってるんだ忍びの里。いや、マジで誰もいない。あ、いた。あ、忍じゃねえか。あ、国政様。あんた、この里の忍びだったんで。そうです。いえ、生まれたのはここですが、私の一族は訳あってここを離れました。今はとても偉い人のもとに仕えております。めっちゃ出世してんじゃん。でもたまに懐かしくなってこっそりとこの里にやってくるんです。やはりふるさとは良いものですね。国政さんのふるさとはどちらですか。あっしにはもうふるさとはありやせん。親も兄弟もいやしませんよ。あ、そうなんだ。ごめんなさい。いえ、気にする必要はありやせん。自分で選んだ道でありやすからね。それより、あんたが仕えている偉い人というのは誰なんで。それは、あ、そろそろ戻らなくちゃ。雷蔵に見つかるわけには。ではまた。何、雷蔵嫌いなの。雷蔵嫌われてるぞ、お前。大丈夫か。若い者は皆畑に行っとるよ。人が少ないのはそのせいじゃ。え、忍びが畑仕事すんの。大変なんだな、忍びも。仕事がないんだろうな、きっと。あれ、こっちから来たんだ。戻っちったよ。ここはいけんのかな。あ、いける。なんだ。お、これなんだ。また神社的なものがある。そして何にもない。お、なんだこれ、的当てじゃん。あ、手裏剣がある。すげえ。これ当てらんない。これね、上全然いけないんですよね、マップ。暗い手裏剣。ここでは我らを相手に鍛錬を積むことができるぞ。マジで鍛錬を行うか。あ、じゃあちょっとやってみましょう。それでは鍛錬を開始する。お金くれんの。うわ、超いっぱいいる。みんな武器持ってるし。お、俺も手裏剣投げよう。すげえすげえ。区内もある、区内も。一条だ。これ今一条だったぞ。暗い。おお。え、金くんない？これもしレベル上がるだけ？レベルも上がるよね、ちゃんと。何にもないとかないよな。それだったらマジ無駄なんだけど。弱っ。ちょ、区内持ってこう。いいね、区内。参った。鬼神のごとき強さだな。また来るがいい。あれ、区内がなくなってる。ここに刺したかったのにな、投げて。いけなーいし。え、鍛錬って何？意味あんの？金増えてないもんね。金が増えないんだったらちょっといいや。あ、持ってる、区内。どういうことだ。あそこは武器禁止なのか。区内を持ってたってしょうがないけどね、今の自分には。よろずや見てみよう。影分身2000円。変わり身の術。強い攻撃を受けた際に発動する身代わり忍術。乱れ松葉。なにこれ。ジャンプから複数の手裏剣を同時に放つ必殺技。おお。放線化。弾いたり防御すると炸裂する仕込み手裏剣を投げる必殺技。あ、なんかすげえな、ここ。仕込み鉄鋼すげえ。1万円。80アップ。
忍びの巨半、キック80、素早さ10、これ欲しい。鎖片びらすげえ、打たれ強さ80だけど、素早さ20段。まあ、これしょうがない。2万円か。金が全く足りない。忍び刀はいらない。区内。攻撃力24。十字手裏剣。棒手裏剣。ああ、これで終わりか。さすがだな、忍びの里。普通のところと品揃えが全然違う。すげえもん売ってるな。全く金足りないけどね。今日も何事もなさすぎる。違う違う。今日も何事もなくすぎる。それが平和ってことなんじゃよ。うん、そうだな。おばあさん、お前を切る。うわ、おばあさんすげえ。あれ？セリフが変わった。セリフ変わるんだ。初めて知った。みんな一回しか聞いてないのに。そしておばあさんは何回切られても倒れない。最強だ。おばあさん最強説。薬は薬。なんかすげえ薬売ってんのかな。飲み薬。鋼の薬。兵糧丸。少しの間体力が減らなくなると言われている。気力も100回復。すげえ。80円で買えるし。気力を100回復しつつ、少しの間気力が減ることも抑えてくる。すげえ。着付け丸。これいいんじゃねえか。じゃ、10個くらい買おう。安いし。これマジ宿屋無駄だな。何個買った今。ちょっと連打してたら分からなくなってた。まあいいやん。よし、こんだけ買っとこば。十分だろ。これ刀使っていけるな。握り飯とか全然使ってねえし。もう腐ってんじゃねえのこれ。着付けガン。これだ。8個か。まあいいや。そうだよね。気力減らなくなるってことでしょ。しかも気力が回復する。これもう刀を中心にいけんじゃないか。宿屋は宿屋は変わんねえな。相変わらずのぼったくり店だ。これは薬と飯宿を使い分けた方が良さそうだな。OK, OK, なんかすげえことになってきた。というところで、忍びの里ですね。行ったところで、今回は終了して、次回やっていきたいと思います。